ね、あのさ、昨日ね、うちの近くにさ、なんか汚い洋食屋あんじゃん。あるね。あんじゃん。あそこね、行ってみたの。ちょっとめちゃくちゃうまかった。オムライスがマジでうまい。私もオムライス好き。行こう、今度。行く行く、絶めちゃ対行くちく。ゃ美味しいからさ、行こうね。ケチャップライス？そう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 。なんかね、チキンも結構いっぱい入ってあ、て。ゴロゴロ系？そう。で、ハンバーグがね、すげえうまそうで、今度ハンバーグ食ってみたいなと思っててさ。カレーとかもやっぱ結局うまいんだよね、多分ああいう店ってね。継ぎ足し継ぎ足しのタイプのデミグラスソースをね。何見てんの？いや、まさぴ。まさぴ、今月グラビア20ページあんの。あ、そこ出しちゃうの？ちゃおうかな。指紋ついちゃおうかな。秒針？それちょっと付き合えば。え？いや、その何ピー何だか分かんないけど。いや、だからマサピーで知ってんじゃん、アイドル。じゃあそいつと付き合えばいいじゃん。好きなんでしょ？好きだよ。でもそういう好きじゃないから、別に。いや、好きに種類とかないから。あ、マサピーツイッター更新してる。DM で告白すればいいじゃん。DM 開放してないから、アイドル。じゃあリプライで告白すれば、みんなの前で。痛いやつだと思われるけど。いい、好きならちゃんと伝えた方がいいよ。何？好きならちゃんと伝えた方がいいよ。やきもち焼いてんの？何？やきもち焼いてんの？は？何？何もち？は？何それ？マサピーにやきもち焼いてんでしょ？どんな種類のもち？それ？は？何それ？マサもち？は？もう意味わかんない。なんで俺と付き合ってんの？じゃあ。だから、それは拓也のこと好きだからでしょ？いえ、だって好きな男2人いるってこと、やばくない？それ。私は、マサピーのことは推しで、拓也のことはちゃんと恋愛的に好きなの。ね？じゃあさ、もしその、何ピー？マサピー？マサピーでしじゃあょ？そのマサピーが一緒にそこのね、洋食屋今度行こうって言ったら、断る？即答できないじゃん。いや、ちょっと嬉しいかなと。やばない？やばない？どうした？やばない？それやばない？いや、でもごめん。でも今のに関しては、ほら、拓也とはいつでも行けるじゃん。でもマサピーは別に、不食屋行くのね、いいでしょ？他の男とさ、二人で飯食ってどういう感情それ？いや、だから、どういう決断？は？どういう選択？マサピーだから悩んじゃっただけで、普通だったらないよ。じゃあ、マサピーが今ここ来て、キスしてきたら、もちろん拒否する。別れよちょっと、キスはさ、ドキドキしちゃうじゃん。でも聞いて、一瞬ドキッとするけど、ちゃんとごめんなさいって言って、もうしないでください。拓也のことが好きなんですって言うよ。一瞬ドキッとしたらもうそれって浮気だから。それはさ、生理現象じゃん。だって別に、拓也だってすんごい美人にさ、チューされたらドキッとするでしょ？しないしないしない。嘘つきじゃん、それは。ごめんなさい、もう、グーだ。嘘だよ。だな。たないって何？愛し合ってると思ってた。理解ができない。俺にも P があれば違ったのかな。俺には P がついてないだろう。つけてあげるよ。お母さん、なんで P をつけてくれなかったの。名前に P 入ってたら変だよ。もういいよ、本当に。ほら見て。ほら、マサ P やか。ほんわか。彼氏やか。ほら、私の三本柱だよ、これ。ねえ、二股や。なんで？二股や、そツイッターで彼氏役あるって相当好きだよ。ピー、